メンズ宿毛矯正の解説をします。ビフォアの状態は結構癖が強い状態ですね。これをナチュラルに仕上げていきたいと思います。薬はたっぷり、ロットは薬剤のパワーを見るのにやってます。薬剤はね、pH の 3.5 の強さの薬剤を使ってます。還元力もそこまで強いものではないですね、はい。でアイロン前にですね、モモンガミストコートという水に溶けやすくて揮発しやすい油を使って、やっていきます。アイロンは R アイロン、丸さが出るアイロンですね。これを使ってアイロンしていきます。ナチュラルにしたいという要望でしたので、こちらを今日使いました。ロッキングは取らないで表面からやるようにしてます。表面の方が水分が飛びやすいので、表面側から入って、ラバータイプのクリップで留めておりますので、跡があんまりつかないです。シェイクアイロンって上下に振るアイロンで、これ風で冷やしてるんですけど、90度のステムに対して、100度と90度行ったり来たりするような感じなので、根元側が小さい振り幅で、毛先に行くに従って大きい振り幅になるような感じです。今回はあんまりがっちりかけるわけではないので、シェイクアイロンはそんなに使ってないです。結構がっちり普通にかけるときは上下に振りますね。水分が飛びやすいですし、毛のもつれとかが取れます。ナチュラルの場合は今回は結構自然な感じにやってますね。まあメンズなんで R アイロン使ってますが、長い方とかは使わないです。この後にですね、一度先ほどのモモンガミストコートで一度少し濡らすんですが、癖の戻りとかを見るのに一回濡らします。濡らすことによって仕上がりの状態をお客様と共有ができますので、ちょっと癖が強いなと残ってるなっていう場合はセカンドのアイロン入ります。今回はナチュラルなのであまり、強くかけたくないということだったので、セカンドのアイロンは入れておりません。レフのアイロン入れたりすると癖の戻りが見れるので、それでちょっと見てる状態ですね。これはセカンドのアイロンがなかったのでかなり時短でできました。だいたいここでね、仕上がりの大まかなところは見えてくるので、これはアフターなので、また最後ですね、モモンガミストコートをつけて乾かすんですが、ここからですね、アイロンとか一切入れてない、ただ乾かしただけの状態を見ていただくと分かるのですが、かなりナチュラルに仕上がったかなと思います。乾かすだけで簡単にスタイリングができます。メンズだとやっぱりまっすぐになりすぎてる矯正っていうのはちょっとあまり雰囲気が良くないので、なるべく丸さを出すように心掛けてます。最近はですね、バームオイルとハードスプレーを1対1手の上で混ぜてスタイリングするのが自分の中で結構多いのですが、かなりこれ皆さん使えるのでやってみてください。これはアイロン入れてない自然な乾かしただけの状態になります。癖がない人みたいな感じですよね。